ほんと今日空いてる方だよ。じゃ、行きまーす。事故ってるね。はい、あの辺りやっぱりタクシーが事故ですか。かっこいい。ポリスっていうのは何でしょう、常に警戒してる感じですね。なんかやってるよ。あ、事故の何か処理してますね。なんか事故多いですね。ですかね。前方事故みたいで、事故ですかね。今も事故でしたね。一番右側の車線でトラックと、おそらく路肩にバイクが1台あったので、バイクとトラックの事故かなというふうに思いますけど、ちょっとライダーの方が心配ですね。見かけなかったので救急車で運ばれた可能性もあるかなと思います。ああいった事故、起こさないように安全運転で行ってほしいっていうのと、通行規制も行われているので十分に安全運転で行ってほしいと思います。それにしても今日はね、事故関係、違反関係多いですね。本当にね、連休明けでそれが原因かわからないんですが、事故多いです。気をつけて安全運転で行ってください。白バイ隊員さんも多いですね。異変を感じてるかもしれませんね、白バイ隊員さんも。これちょっとおかしいぞ、事故が多いぞっていう感じでね。今日4つのね、違反事故関係見ました。最初はタクシーとタクシーの事故でしょ。白バイ隊員さんの事故処理ね、出ましたね。パトカーの違反車両を追いかけてきました。すぐ目の前でね、右折していきましたね。さっきのトラックとバイクの事故、本当にどうだろうな、30分もない間に4つのね、事故違反ありましたね。白バイ隊員さんはもう3台ぐらい見たかな。非常に多いです。連休明けで気が緩んでるのかもしれないので、皆さん安全運転で行ってください。本当に多いです今日はね。ほら、また違反車発見みたいですね。おお、早い。今日は本当に事件事故が多いです。30分足らずの間にね、6件ありましたね。本当に多い。休み明けでやっぱ皆さん気が緩んでるのかな、そんな気がしますね。安全運転で行ってください。